うと、また20時再開なんでご飯食べつつ誰か喋ろかと思って誰か喋ろか思って、あ、もうそろそろ家帰る、気をつけて。あ、天野さん、おにわさとありがとう、こんばんは。お寿司を食べに来ました。え、最高。え、私もいいな、パパッと行こうかな。いや、めんどくさいか。和也さんもピーナッツありがとう、サヨテもレインボースターありがとう、あ、トークポートありがとう、ありがとう、そう、本当にありがとう。トークポート空き時間です。そう、1分枠と2分枠1時間ずつやったんだけど、最高に楽しかったです。ありがとう、みんな。あ、ありがとう、ありがとう。え、絵本巻き買ってきた。めっちゃ、あ、待って、絵本巻きの季節とか本日かいくん、くまちゃん、ありがとう。あ、今日のトークポート息子一緒でもよい、もちろん何でも映して大丈夫、何でも映して大丈夫っていうか、あの、ちいかわしか映らない1分間がありました。だから本当に何でも、スタッフさんのあれとかないから、そのなんかスタッフさんの、あの、そういうのないから。あ、ありがとう。2分でも足りなかった。え、なんかね、でも2分でも一瞬でさ、いや、1分も、あ、一瞬だなと思って、あ、2分もあっという間に終わるなみたいな感じで、だからさ、2分終わりたてだから、え、じゃあ1分って果たして何を喋れていたのって感じなんだけど、楽しいね、お話し会ありがとうございますね。そう、楽しくて、そう、縛りがないんですよ。久々に話してなんか感覚思い出した。え、ね、そう、私もさ、あ、そうだった、お話し会ってこんな感じだったなと思って。あ、トークポートありがとうございました、ありがとう、みんな、こちらこそ。あ、リオちゃんも、庭里ありがとう、福和ちもありがとう。あ、緊張してたけど全然関係なくてウケた、だってなんかすごい、え、なんかさ、私もさ、やっぱ楽しくてさ、みんなと話すのすごい好きだからさ、すごいテンション上がっちゃってさあの、めっちゃ質問攻めしたりとかする人いてごめん、もしかしたら話すこと用意してくれてたかもしれないのに。あ、楽しくお話できました、ありがとう。あ、リオちゃん、ありがとう、ありがとう。1分こんな短いのかってなった。え、ね、1分ね、本当に短かったよね。あ、いつものお話かより焦らずゆっくり喋ると、あ、そう、なんかさ、みんなの画面わかんないけどさ、私のやつさ、もうずっと時計が表示されててさ、時計っていうか、あの、メモリがどんどん減っていきますみたいなタイマー、わかる？で、その15秒になるとちょっと、ま、あの、赤文字になるみたいな感じで、そう、あの、ちゃんとその何、どの時間帯でも残り時間が見れるから、みんなも、え、みんなにも見れるよね、きっと。え、そうだよね、右上に時計出てるよね。そう、だからそれが、そう、お互いがさ、把握できてるのが、あの、いいなと思って。そう、お話し会、これまでのやつはさ、多分みんなの方だとさ、残り10秒とかからしかなかったじゃん。で、メンバー側しか把握できないみたいな感じだったと思うから、で、あれ、めちゃめちゃありがたいよね。あ、始まる前までの時間はぴったりだからお忘れしか。え、そう、カモンさんハートありがとう、そういう情報助かる。そう、いい感じです。あ、いい感じで、あ、カウントダウンドキドキしてねあ、で、みんなあれだ、入室して、でもほとんどの人入室しててくれたけど、あの、秒数、その残り3、2、1、入室じゃなくて、もう入室してってくれたら、あの、勝手にその時間になったらつながるから、そう、あらかじめみんな入っててもらえたら嬉しい。あ、次もお願いします、ぜひ。あ、そういう情報助かるね。あの、あれです、でもあれです、あの、優先、いや、でもほとんどみんな聞こえたんだけど、一人だけね、あの、音声なんか途切れ途切れみたいな感じで、あれだ、多分本体マイクだったから、そう、やっぱり優先の、あの、マイク付きのイヤホンがやはり安心かなという感じはありました。さゆちゃん、バラありがとう。弟子様もハートありがとう。ありがとうございます、すごい楽しくてありがとう、みんな本当に。あ、定期的にやってくれるかもね。イエスそう、やっぱ、あの、まあ、月に1回とかで、まあ、イベントやっていけ
けたらいいかなみたいな感じなんだけど、やっぱり東京の会場ってなっちゃうから、ね、予定合わない方もいらっしゃるだろうし、遠くにね住んでいらっしゃる方も多いと思うから、そうオンライントークポートもね月1とか、まあでも月1じゃなくてもねオンラインだったらいつでもできるから、なんかそうトークポートもね月に何回かやっていけたらいいかなと思っています。ぜひツイッターとインスタグラムでちょいちょいあの情報収集しといてくれたら嬉しいな。あ、もっと撮ればよかった、だってありがとう、ありがとうございます、嬉しい。今日の12、あ違うわ、なんだっけ、何しようと思った、5分枠、5分枠の後ちょっと枠まだ開放しようかな、悩み中。キューちゃんバラありがとう、ありがとうございます。あ、今度はもっと長いのに応募したい、だって嬉しい。あ、遠方面に優しいの本当に嬉しい。いや全然、いやそんと、なんかこちらこそなのよ、こちらこそなのよっていうか、ありがとう、こうやって参加してくれてさ、そうなんか楽しかったよとかさ、ありがとうとか言ってくれる人がいるからさ、私もね、あ喋りたいなとか喋りたいなとかなるわけで。え、みんなのやつってさ、なんか私のアプリっていうか私のアプリ上、え、ってかさアプリあれこっちじゃないわ、なんだっけ、アプリとさウェブ版とアプリ版とかどっちもあるじゃん。でみんな、私さあのね、ウェブ版じゃないとその枠の登録みたいなのできなくて、でアプリだとなんかそのそれの確認ができますみたいな、そういうノリでなんだけど、でもなんかみんなも多分なんかそんな感じなんだよね、きっと。ウェブで多分ログインしてなんか申し込みみたいなのしてみたいな感じ。アプリからはあんまりあれなのかな、でもなんかどっちもそのウェブ版とアプリ版とこう両方で使いこなしていくみたいな感じでね、そんな感じよね。え、でウェブ版でさ、え、これみんなに見れてんのかわかんないんだけどさ、このファン総ファン数みたいなやつが総ファン数みたいなのが表示されてて、これみんなにも見れるのかな、わかんないね。みんなに見えてたら恥ずかしいんだけど恥ずかしいんだけど、わかんない。いわゆるこれはでもフォロワーとはまた違うのか、申し込んでくれてる人数なのか、でもきっと申し込んでくれてる人なんだよね。そうだから、こんなにいっぱい、こんなにいっぱいありがとうみたいなありがとうっていう気持ち。あ、そこは AKB と似たような感じ。あそっかそっかそっか、別の普通のサイトで申し込みとかして、でアプリでそのお話、実際お話みたいな感じか。あ、じゃあ一緒なんだね。あ、ファン側はその数はわからない。あ、本当？え、思ったより多いのよ、多いのよっていうか、みたいな。その今の私、え、だから何、そのさ、あんまりわかんないじゃん、なんて言ったらいいの、その AKB のさお話し会とか握手会とかさ、列の長さとかさ、そういうのはさ分かってます。実際のそのどれぐらいの枚数とかさ、人数がどれぐらいかみたいなわかんないじゃん。そのこの人数がさ、もう今もうバーンって出てんのバーンって出てて、すごい、卒業してもなんかこんだけの人がね、なんかこう喋りたいと思ってくれてるんだなとか思うと本当にありがたい気持ちです。ありがとうございますあ、ピースさんバラありがとう。あ、連続2枠でもね問題なさそう、ちょっと忙しいけど、いやでもね、そんなことない、意外といける、意外といけるっていうか、そう、とりあえず2時間無事に本当に問題なく終わって、
あ、何喋ろうとしたんだっけ何喋ろうとしたんだっけ。そう、2時間無事に終わって、勝手が分かる、あ、こういう感じかみたいな。あ、確かに連続で枠買うと、そう、確かにボケットはできないかも。残り、枠が終わって、なんか手動で切り替えないといけないのね、入室みたいな、退室して入室してみたいなやつは、あの、私もファンのみんなもこう手動でこうポチッポチしないといけないんだけど、こう、なんか、だから私間隔15秒にしてるのよ、秒、終わった時間とその次のトークが始まる時間までを15秒に設定してるんだけど、そう、だから、そう、バイバーイって終わってポチってやって、まあ、ポチ入室みたいなのやると残り10秒みたいな感じ。そう、だから連続で買ってくれた人は、そう、本当にのんびりはできないのんびりはできないって言って、ちょっとお腹すいたからご飯でも割とちょうど、あ、そう、でもちょうどいいと思う、きっと。そのなんかあれだ、何個かちょっと間隔空けてみたいな、で、そう、変になんか数分間のあれがあるみたいなよりは、もう終わって、あ、またじゃあ15秒だ 10秒後だみたいな方がちょうど良さはあるかもしれないですね。寒ー、こっち、なんだこれ、お湯を沸かそう。え、何食べようかなって、そんな大したあれもないんだけど、そう、私もね、枠ごとに入室してるんですよ。偉いでしょ偉くはないんだけど、あ、偉くはないんだけど、でもその一回一回入室することで何がいいかっていうと、その入室する前にその次は誰々さんかっていうのが分かるっていうのがとってもありがたい。あの AKB の時はさ、つながるまでその誰が来るか分かんなかったから、トークポートは事前にそう、もう分かるんだよ、誰々さん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 っていうのが分かるから、いい感じです。あ、そうなんや、間開けで失敗、いや、失敗とかは全然ない、好み好みというか、え、ちょっと待って、さっきあれだ、画質がどうのって、和弘さん結婚してありがとう、リオちゃんもスペースシャトルみたいなやつありがとう、倉崎さんもピーナッツありがとう、ハルピーもハートありがとう、さっきのコメント、画質があんまり、あ、そう、思ったより画像荒かったけど、それは私の端末のせい。みんなどうだった？私のやつさ、いや、自分はもちろんめちゃ綺麗に映ってんのよ自分はもちろんめちゃめちゃ綺麗に映っててさ、みんなの端末だと私はいかがな、あの、映り具合だったでしょうか。あ、ごきげんよう。あ、iPhone でやってみたけど、次回以降画面大きい iPad でやろうかな、だって。あ、いいと思います。そう、私も iPad でなんとか。え、でもさ、そう、私 iPad 買った時にさ、そう、いつか使うかもと思って iPad 用のスタンド買っといたんだけどさ、なんかうまく使えなくてさうまく使えなくて、こう、なんかいろんなものを支えにして、なんとか、あの、タブレットを立てた状態でやってる。いい感じ。あ、画質気にならなかった？あ、気にならないくらいだった気がする。そんなに気にならなかった、だって。ほう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 。自分は無駄に綺麗に映ってる。無駄なんてないよ。あ、京香ちゃんが少し画質側だって。すまねえな。あ、少し粗めかもぐらいで、そんなに？まあ、じゃあ、そこまでか。ここまでか。よかったです。よいしょ。うわー、なんかお米食べたくなってきた。チンしようかな。どうしようかな。待って、あっちに。
ょ。寒い寒い寒い笑った。緊張して画質にまで意識が向いてないだった。それはあるかも。え、でも私もなんかめっちゃ画質悪いみたいな、あんまりなかったかな。普通に特にまあお話だからね、お話だし、まあだ初めましての人じゃないから、もうなんとなくその画質荒くてもさあ、誰々さんだってわかるから、私側はそんなに問題はなかったあ、むしろこっちの画質は悪くて、そんなわけあるかい。大事だろう画質。まあでも自分が映らなくていいっていうのはありかもね。 ありかもねっていうか、ありがたいよねとってもありがたいよねっていう感じで。やばい寒い、お腹すいた。ご飯食べちゃおうかな。ご飯チンしちゃおうかな。せっかくだし。せっかくとは。イエーイ。あ、トークポットありがとうね。楽しかった。ありがとう本当に。なんかでもそう、卒業して10 11 12 1 2、だから5ヶ月ぐらい経って、こうやっとこうなんかやっとのんびり喋れて嬉しい。そうイベントでねちょっとは喋れてたけど、やっぱゆっくり話せるの好きだなって思いました、ね、え、でもわかる。そう、なんか久しぶりだけどさ、でもなんか5ヶ月も空いてるってなるよね。でもオンラインお話し会で言ったらもっと多分空いてんだよねきっと。半年ぐらい空いてそうではあるんだけど。え、なにみんな恵方巻き食べてんのみんな恵方巻き食べてんの今日。そういうの大事にする系。てか今日が立春かと思ったら明日なんだね。てっきり今日からあの暦の上では春なんかと思ったら明日らしいよ。立春って今日じゃないんだ。また一つ勉強になりました。食べたの？え、ちゃんとお願い事した。え、マジ食べてないけど方角は把握してる。なぜ逆に逆でもないけど食べるよ。食べたよ。だってえ、全然トークポートで恵方巻き食べて私は YouTube でも見てようかな、その間あれ喋ったらダメだもんね。いやでも真剣に見ます。エビカツ巻き食べました。エビカツの、え、おいしそう。あ、食卓に用意されてるだ。え、めっちゃいいね。めっちゃいい。あ、テレビで、え、今年の方角はどこ？南南、いや、西南どこだろう。え、トークポート全然食べるのはありだよ。あ、私の話？東北東だって全然違うな。いいな恵方巻き。いいな恵方巻き。え、待って私今この家卵あるんですよ。つまり何ができるかって卵かけご飯ができるってことなんですよね。え、マジ結構ハッピーなんだけど。てかこの冷凍のご飯ってさ、この下だけあったかくなってさ、この上がさ全然このシャリシャリみたいな、この何マジでこの2回ぐらい結局チンしないとみたいなさね、本当にね。え、 AKB って食べるの NG だったん？
でもなんかメンバーも知らないような制限あるよね。メンバーもそんなに、でもなんかもう待ってる間も画面から外れたらダメですとかさ、事前に見せてもらってないものは映したらダメですとかさ。あ、ちくわ堂さん、福は内ありがとう。え、食べたらバンになってた、マジで。え、ショールームでケーキ見せた時、食べないでくださいねって言われた。え、何その人。いや、仕事なんだけど。そうなんだ。え、飲食はなんでダメなの、よくね。よくねとか思っちゃうけど。美味しい。よし、したら私わさびのふりかけを今持ってて、であれだ、え、待って、ひきわり納豆もあるよ。ひきわり納豆もあるから、うわ、この白いご飯をどうやって食べようか。え、待って、青空レストラン見ていい？え、青空レストランやってるよね。え、青空レストラン見ながら食べるご飯が一番美味しいですからね。そう、ちょっと珍しく引き割りにしよっかなと思って引き割り買ってみたんだよね。レモンライム、え、洒落てる。え、TL トロさん、ピーナッツありがとう。あ、で、そう、ハッシュタグどうしたらいいかな。あの、インスタのさ、アンケートやってみたんだけどさ、その、さっきチラッと見てみたら、なんか 51% と 49% とかだったんだよね。みたいな。迷うってなっちゃった。レモンライブ、テレビを。よんちゃんですね。ミュートボタンはどこだったかしら。あ、これだ。あ、え、神奈川。神奈川だ。ちょっと待って、ふりかけ取ってくる。ちょっと待って、ハッピー牛タンだって。いいね。待って、今シーズン初こたつレベルなんだけど。ね、そう、投票割れてる。みんなどっちが好きですか？でもどっちもありやなみたいな。ただの特報か。え、作ってる方石渡さんだって、親戚じゃない？わかんない。神奈川に石渡さんって多いのかなっていうか、その地域によってさ、私の近所も多田さんばっかりなんだけど、地元石渡さん。よし、一旦ふりかけスタートにして、次に納豆ご飯にして、最後に、うわ、卵、うわ、納豆オンリーと卵オンリーとどっちにしようかな、迷っちゃう。ふりかけハッピー、どっちにしろ、ただの特ポか、きょん特ポ。いや、どっちもありなんだよね。でもただの特ポだと現役って感じだよね。現役時代のハッシュタグみたいな感じ。今でも使えるんだけど、キョン特ポ。現役の時はキョン特ポはきっとなってないだろうなみたいな感じだよね。
どっちがいいかな、ほど結構どっちでもいいんだよな。迷い見いや、そうそうそう、うん、なんだよね。もうただのなんとかってそう在籍中結構いっぱい使わせてもらったから、いや別に今も全然使っていいんだけど名字変わってないんだからさ。ほんとくこ、でも先に思いついたのキョントクポの方なんだよね。え、低温のオーブンで乾かします。え、めっちゃ美味しそうじゃないこれ。これ何になるの、紅茶とかにあれってこと、浮かべ、あ、チップスなのかな。先に思いついたタグはキョントクポだったんだけど、でもキョントクポと思って、あ、ただのトクポもありかと思って、どうしようかな。あ、オレンジに、あ、オランジェット的なやつ、これ今作ってるやつって、あ、ほんとだ、チョコレート、バレンタインだからね。キョントクポが 51% になってる。キョントクポにするか。でもキョントクポかわいいよね。キョントクポ、キョントクポ、キョントクポにします、よろしく、キョントクポですハッシュタグ、ハッシュタグキョントクポで統一です。これ OK、 バーイバーイ。皆さん何時何分になったら一斉にツイートして、告知ツイートよろしくお願いします。 DH 勝てグループのグループラインじゃないんだから。明日何時に歌番組ありますので、何時になったら皆さん一斉に告知のツイートお願いいたします。トレンド入り目指しましょうみたいな。キョントクポトレンド入りお願いします少数制で過ぎないえ、おいしそう。え、これ何、え、塩辛だって、え、待って、何、全然見てないうちにレモンから塩辛になったんだけど、キョントクポよろしく。あれだ、枠、枠取ったよーみたいなツイートとか、あの、まあ、今後だけどね、とか、その今日の感想のやつとかもぜひハッシュタグキョントクポつけてください。見に行きます。え、今日初めましての方いらっしゃったの、びっくりじゃない、本当に嬉しかった、と思って、鬼楽しかった、鬼楽しかった、いいな、ビール飲んでる。え、じゃあ私もみんなもビール飲みながら特ポできるってこと。え、でもすなわちそういうことだよね。え、やばいな。あ、マツコさんに見つめられている、札幌ゴールドスター、いいな、ビール飲めるようになりたい。やっぱカクテルか梅酒なんだよね。
ビール飲みながらはすごいですえ、コメリの CM って東京でもやってんの？みんなコメリ、コメリ、私コメリなんだけど。うわ、いいな。王様塩から、え、レモンライ、え、まん丸、え、美味しそう。え、待って、乾杯メニュー塩辛ポテトグラタンだよ。みんな作ろう、これこれ作るしかない。おいしそう。ポテトに塩辛って美味しいよね。え、のっかのさ居酒屋さんない？あ、つか、違う、温野菜、え、温野菜にさじゃがいもとなんか塩辛みたいなやつあるよね。それが、え、美味しそう。うわー、美味しそう。あ、レモンライムって名前だけど、レモンでもライムでもなくオレンジの仲間なの？まあでも全部仲間みたいなもんか。まあ美味しそう、美味しそう。納豆ご飯が先か。いや、納豆ご飯が先だな。納豆を混ぜよう。ね、温野菜あるよね、なんかセルフで好きな具合に混ぜてみたいな、海苔のさ、そういうノリだと勝手に思ってんだけど、あるよね。札幌生ビールいいな、今年は。え、でもビールもさ、なんか詳しくなりたいしさ、でも日本酒とか焼酎もいいよね。でも日本酒はとりあえず辛口の方が私は好きっていう、それだけ。日本酒に関してはもうそれだけしか把握していません。みんなおすすめのお酒があったら教えてくれ。え、ゲスト岡村さんとかあんの？長野県だって。え、長野県だって。え、美味しそう、氷豆腐。長野はいいとこだよね。え、すごい、氷豆腐、あれ高野豆腐みたいな感じになるのかな。一旦凍らせてってこと。遠いですね。日本酒ほとんど飲んだことない。お酒の詳しい情報って本当に頭、え、わかるな。キティちゃん、キティちゃん、え、ハローキティ、え、誕生50周年だって。え、大先輩なんだか、2倍以上生きてるんだかえ、キティって、キティって50歳なの？50歳とは違うけどさ。あ、ウイスキーは山崎が美味しいよ。だってウイスキーもなんかいっぱいあるじゃん。チタとかさ、ん、チタあるよね。チタとかさ、山崎とかさ、違うんだよね、それぞれ。だから飲み比べないと。あと、あ、違う、なんかね、この前あれだ、どっか渋谷になんかね、梅干しサワー専門店みたいなあるって聞いた。行きたいな。でも私梅酒は飲むけどさ、梅干しサワーはまた話違うじゃん。あれだってさ、焼酎と炭サイダーとからしがない、え、からしがないと焼酎とサイダーと梅じゃん。あれ、これからしなかったっけ。あった、
一ノ倉の鈴音が飲みやすかっただって。それは日本酒？なんかいろんな銘柄があるから面白いよね。あ、やばいやばいやばい。あ、やばい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 。オッケー。オッケー。ジントニック。いやー、京香ちゃんウイスキーに目覚める？目覚める？京香ちゃんがウイスキーに？この前のだ白州のハイボールがめっちゃ美味しかっただって。ハイボールまだ、あ、だからジンジャー、そのウイスキージンジャーで割るのだったらいけるかも。多分何でも、多分ビールも多分コーラとかさ、ジンジャーエールとかそういうのとで割ってあったらまだ飲めるなみたいな。どちらもこう単体だと、そのビール単体とかそのハイボールですってなると、あれないよね。まだちょっとお子ちゃま、あ、日本、あ、スパークリングか。なるほどね。ジントニック、待って、なんかさ、ジントニック、あれ、ジントニック、なんかこの前なんかさ人が飲んでるのもらって、あ、意外と美味しいなと思ったやつなんだったっけ、忘れちゃった。ジントニックかもしれない。ジンなんとか、ジンのなんか、うん、おいしい。引き割り納豆おいしい。古い常識アップデート、フランシスコ・ザビエルやろ。え、シャビエル、やめろ。フランシスコ・シャビエルなんだって。本当に？これはリアス海岸です。シャンディ・ガフは何と何？そう、もう、そうさ、お酒さ、その名前も覚えられないし、そのファジーネーブルぐらいしかさファジーネーブルぐらいしか覚えられなくて、覚えられない。あ、ビールとジンジャーエールだって。え、多分それならいける。でもそれものジンジャーの割合多めみたいな感じの方がいいな。でもそう、この前初めてジン飲んだの。ロックじゃないけど、ロックっていう概念があるのか分かんないけど、そう、ジン美味しかった。でもちょっとその苦味があって、おーみたいな、大人の味だみたいな感じだけど、拒絶するほどの、で、美味しくなみたいなレベルじゃなくて、美味しかった。でも最近カルピスが美味しいなってやっぱ結局ジュースなんだよね。こういうこと。あ、苦味あるならジントニックかも。いや、私が飲んだのはジントニックか。ね、お酒、そう、そのカクテルのさ、あれも覚えられないしさ、その日本酒とかさ、焼酎とかの銘柄もさ、覚えられないよね。風力発電だ。違うかな。残念、違った、風車だった。え、わかるね、結局ジュースが美味しいんだよね、本当に。それリンゴジュースね。でもさ、リンゴジュースないとこ多いんだよね。オレンジジュースはあるのに、リンゴジュースはないみたいな。え、これ頼朝じゃないの？足利忠義？え、顔似てるじゃん。似てる似てるじゃんとか言って頼朝の顔結構好きなんだけどな。
違ったの？あ、ゼロコーラしか勝たん。あ、カロリーゼロのやつってこと。コーラゼロ、ゼロコーラ。コーラね、たまーに飲むと美味しいよね。でもコーラはなんかね、一口でいいなってなっちゃうんだよな。なんでなんだろうね。炭酸なのかな、炭酸のきつさなのか。いいな英語。今年は英語か韓国語を話せるようになりたいって毎年言ってんのこれ。毎年言ってんのこれ、ずっと。え、電子黒板だってマジ？近いうち受けたい授業、面白い。面白いってか、あのまま青空レストランのままただ流れで見てるだけだけど。あ、お仕事終わってお話し会参加できた、やった、お疲れ様。カルピスソーダ美味しいよね、わかる。あのサイズとかさ、そのファミレスとかさ、自分で作れるじゃん。こうなんかいろいろなんかジンジャーカルピスソーダと、ん、カルピス違うわ、なんかブドウのカルピスとかさ、なんかオレンジカルピスとかあるじゃん。それとこうジンジャーエールみたいなの混ぜてさ、こうビタン酸ジンジャーエールのちょっとフルーツ風味カルピスみたいな、なんかそれ好き。お味噌汁が冷めてしまった。あ、2月11日来ますって嬉しい、ありがとう。え、体育座りもうしないのみんな、立ちっぱってこと。なんで体育座りしないの。切れちゃう。なんで？まあ長時間だとしんどいけどさ、じゃあどう座れっつんだよ。じゃあ、え？何これ、配布されんの？ちっちゃい椅子が？あ、腰痛の原因になるの？椅子に？そんな弱くないだろう。そんな弱くないだろう。びっくりしちゃうな。カニガステン、音が聞こえないから。
知らない間に。え、でもなんかあれだよね、学校もさ、みんなにそのタブレット支給されてとかさ、もう そういう時代なんでしょ。びっくりしちゃいますわな。びっくりしちゃいますわな。結末変わってんの？サルカニ合戦結末変わってんだって。ええとか言ってる。いや本当にそれ、そう、元の結末もよく覚えてないんだけどさ、元々の絵本の内容とかあんま覚えてないんだよな。引っ越し業者じゃないの？引っ越し侍。じゃあ何？引っ越し侍は何？おじさんびっくり。いや私もびっくり。私もびっくり。こんな変わる？そんな十数年違うだけで。だからもう私がじゃあ子育てしますとかになったらもう全然。違うことだらけなんだろうね、きっと。キョンちゃんのテレビ実況好きすぎるだって。マジマジ。あ、一緒にテレビ見たら楽しそうだって。楽しいよ。黙れって言われたらちゃんと静かに見ますから。盛り上げてって言われたらええーとか言うよちゃんと。子供の時代を否定されて悲しみんだって。確かに。え、でもそのあれなんじゃないの、 この子供の教育に良くないみたいな、そういうあれなんでしょきっとね。ザビエルのその名前が変わるとかさ、の新しい情報がっていうか、その新しい発見がとかさ、研究結果がとかあれなんだろうけどさ、桃太郎はえ大きな声を出したらいいの？ほーん。え、鬼雑魚すぎん？鬼雑魚すぎんか。わたむちさん、クマありがとう。あ、カチカチ山。カチカチ山？ウサギが静まる？あ、どっちが静まる？ね、昔話ね、内容変わりすぎて。カチカチ山はどっちが悪いんだっけ？あ、ウサギが賢いのか。で、これは何？タヌキ？タヌキだ。燃やして泥舟に乗せて。あ、溺れちゃいました。あ、え、そう、え、このイラスト、このイラスト、私このイラストで育った。え、救出された？みんなで楽しく食事？え、そんな和解シーンあったか。でもこのイラストはめっちゃ覚えてる。おじいさんおばあさん受け入れ早ない？手のひらくるくるタイプ？
ね。あ、ほう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 。え、きびだんごあげないの？え？え、じゃあお腰につけたきびだんご一つ私にくださいながもう歌えないってこと？歌えないってこと？え、なんかさ、もうそういうことじゃないじゃんってね。そういう、ね、お前が歌なきゃ誰が打つみたいなさ、いやそのお前がなんとかとかそんな歌詞変わったりとかしたけど、いやそういうことじゃないじゃんっていうね。ね、なんかね、いやそういうことじゃないじゃんって。ね、大人になったら上下関係あるのにね。別に桃太郎が別に上の立場にいて、あれは何の問題があったの？誰か説明してよ。切れるな切れるな。でも家来、会社では家来ではないけどさ、社会人までさ家来って思ってさ、上司と自分は家来ですってガチで思ってる人なんていないじゃん。そんな一桁のさ年の時に絵本読んでさ、二十歳とか過ぎて就職するけどさ、そんな人いないじゃん。なんかわかるじゃんそんなの。なんでさ変えないといけないわけ？不思議だね。風邪をひいた時、37度、ああ、風邪の初期症状で変わったのは初期症状か、ええ、わからないな。入浴して良さそうな気はするけど、あ、いいんだ。いいことも、いや素人には分からん。あ、でもあれか、喉が潤ってみたいな。あ、現在は住環境が改善。何十年前の話？入浴しても湯冷めしないから。卵割っちゃうよ、いけ。ふぅ、殻入らなかった、天才、上手。料理番組出れますねこれで。インフルエンザ痛みが少ない。あれ、洒落たの使ってんな。私の病院あんなんじゃなかったぞ。キティ、キティちゃんって海外でもキティなのかな。キティちゃん、ポケモンとかさ全然名前違ったりするじゃん。ピカチュウは多分ピカチュウだけどさ、学校の6年4組行こう。なんか給食食べたくなってきた。給食っていうか揚げパンが食べられればそれでいいんだけど。やばい、卵かけご飯とかいつぶりかもわからない。ハッピー、いいですね。よいしょ、あ、ハローキティはハローキティか。強っ、ハローキティ。ぐでたまもぐでたまかな。
あれもあれなのかな。わ、あのキャラクターの名前出てこなくなっちゃった。クヤティペックルだ。ペックルはペックルかな。うん、うん、納豆食べ過ぎてしまった。最高、いいね。明日は私はかき氷を食べに行くぞという強い意志を持っています。頑張りましょう。ヤナさん、福はうち、ありがとう。お口開けて。え、18枚も取んの。え、え、嘘、インフルエンザ、え、ウイルスの数がどうのこうのとかじゃないの。写真撮影なの。そんな、え、そんなことある。いいんだけど別に、 いいんだけど。あ、なるほどね、発症。へえ、不思議だね、世の中進んでるんやな。うん、勉強になるな。ワネさん、ピーナッツありがとう。ピーナッツじゃない、節分豆だ。え、鬼は外福は内やっぱした方がいい。でも家にそんな投げられるものないな。え、歯をきれいにすんだって。ごめんね、見てない人世界一受けたい授業見てない人からしたら何のことってなるよね。明日明後日雪降るから気をつけてね、だって。本当？え、本当？雪降んの？天気予報見てみよう。天気、天気。え、本当だ。明日東京あれだね、日月か雨予報なんだね。あ、一緒に見ているみたいでいいね。一緒に住んでるみたいだね、同棲してる気分だね。あ、ハローキティ、イエー、かわいいよね、キティちゃんって言いまして。え、すごい。いいな、私もじゃあいつかキティちゃんとのコラボグッズ出そう。イベントで。
ラボするってやったらいくらお金かかるんだろう。サンリオ執行役員だって。私もサンリオに就職しようかな。サンリオに就職、サンリオ、サンリオ株式会社。キティは何々を世界共通語にした、え、なんだろう。ハイチーズ、違うわ。あ、かわいい。へえ、パイオニアなのキティって。すげえな、すげえな。あ、え、すごい。横澤さんってサンリオ好きなんだ。あ、キティ、キティ派手やな。でも実際会ったらこうなるよね、キャラクターって。本当にすごい。ミスター社交辞令さん、くまちゃんありがとう、リオちゃんとのりゆきさんもハートありがとう。今郵便局で限定のキティちゃんクッションファンで売ってるんだって。マジ郵便局やるな、郵便局やるな。へえ、イタリー。え、この子かわいい。え、この子アニメに出てきそうなビジュアルだね。かわいい。ご飯があと残り5分の、いや、でもなんかお腹いっぱいになってきた、無理。お腹いっぱいになってきた、無理。恵方巻きいいな。明日食べるか。明日食べるか。今日はもうお腹がいっぱいだよ。そうだ、サッカーも見に行きたいし、野球も見に行きたいし。あ、こんばんは。そう、明日には恵方巻きがきっと安く売られてる。あ、待って、なんか DM でなんか今日恵方巻きめっちゃ巻くんだみたいな来てたな。恵方巻き巻くバイト。
いいな、でも楽しそう。レジ打ちとかより恵方巻きいっぱい巻くの楽しそうじゃない？大変か。でもさあ、パワーボトル、ホンダかっこいいよね。ホンダってソングのアップデート、 Z 世代が選ぶのは、今の卒業ソングって何なの？やっぱ旅立ちの日にが最高傑作だと思ってしまうんだけど、でもやっぱ送る言葉も歌いたかったな。何このアニメ可愛いんだけど。株式会社サンリオだって。うわ、株式会社サンリオ、ちょっと待って、中途採用。ハローキティ&フレンド、あ、読めなかった。日本語の配信ないの？でもこのイラストめっちゃ可愛くない？このアニメーション、日本でも放送したらいいのに。海外の方、日本にいっぱい来てくれて嬉しいね。嬉しいねって円安なだけだけどさ。てかさ、2014年がもう10年前っていうのがそう信じがたいよね。2014年が10年前だよ、びっくりしちゃう。えい、ふーん、すげえな。おもろ。横澤さん、あ、あ、一人かわいい。でも AKB とサンリオコラボしてたよね。違う、 AKB とキティちゃんコラボしてたよね。すごいよな。立ち姿を披露披露あ、アクティブ。はあ、なるほどね。ギンガムチェック可愛いよね。わかるよ。ごめん、全然テレビ関係ないんだけどさ、
今日久しぶりに結構本気でメイクしたの。久しぶりにって言っちゃう。この前のそのファンミの時も本気でメイクしたんだけどさ、結構時間なくてバタバタしてたから、今日はちょっとまだのんびりちょっとメイクができて、自分の顔って可愛いねってなりました。キティ演説できんの？キャラクターのそんな許されるの？そんなスピーチなんて。あ、今日も可愛かったよ。だっていや、実物の方が可愛いんすよね。いや、でも今日は久しぶりになんかおいいじゃんって感じで、も最近眉毛が調子悪くて、また眉毛サロン行くかという気持ちになっています。25分で夜の部が始まる。有田さんこんな髪色なの素敵。25分で夜の部スタート。ご飯食べたら眠くなってきました。お話し会あるある。ちゃんの声かわいいよね。いよちゃん、お庭外福は内バラもありがとう、めっちゃ楽しみですって。待って、このイラスト見たことあるぞ。98年のやつ、生まれてないけど。キティ頑張ってる。1998年なんとかをしてファンを拡大ね。私が寝落ちしたらどうなるんだろうね。あのファンの方がその入室されずに終わったみたいなのがさっき1回だけあったんだけど、その相手のそのファンの方の入室待ちですみたいな感じで、そのカウントダウンだけが行われていくっていうタイミングがあったんだけど、私が入室しなかった時ってどうなるんだろうね。それもあれなのかな、そのオーナー側の入室を待っていますみたいな感じになるのかな、私が入室しなかった時って。あ、ご当地キティね。待って、このお土産見たことあるぞ、かわいい。あ、ふん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 。新年くん終わりで眠いけど頑張って起きてます。ありがとう、ありがとうございます。入室してなかったら、あ、きっと寝てるんだなと思います。テンムスキティかわいい。キ
と福井は恐竜の着ぐるみを着ていることだろう。え、でもさ、キティだけじゃなくてさ、ちいかわもさ、今めっちゃすごいよね。ちいかわもだってさ、あのそのご当地のさ、靴下とかさ、キーホルダーとかさ、めっちゃ出てるじゃん今。長野さん儲けてますで。長野さんも意外とあれなのかな。いやでもそんなことない、ライスタンプだけで相当儲かってますからね。きょんちゃんも LINE スタンプ出してだって。え、それ鬼バズったらファイヤーできるかな。ファイヤーっていうか、だってめちゃめちゃもう鬼、もう超絶ハイパーダウンロード数を獲得したらさ、ドーンって多分お金が入ってくるじゃん。夢ある。たまに思うよね、うわ私も LINE スタンプ、なんかたまにさ本当に、あこの人のスタンプだみたいなさ、送られてくることとかあるじゃん。あ高校の時この人のスタンプみんな女の子使ってたよなとかさ、 LINE スタンプってかデザイナーさん、あでもまあすごいよね、イラストレーターさんとかさ、デザイナーさんとか。うわ確かに猫ミームスタンプ欲しいね、歯のやつ。私はチピチャパ推し。でもいろいろ権利問題が難しいのかな、きっと。目指せ猫人生30年時代へ。猫いいな、猫ミーム、猫ミームいいな、猫ミームいいよね。なんかおきちゃんおきちゃんのツイート夜中に見てさ、その最近猫ミームにハマってますみたいな、と喋ってる動画のツイートがさ夜中に見てさ、だから今この時間にリプしたらキモいかとか思ってさ。えねえ、あのジェルボール使ってる人いる？洗濯の時にジェルボールやっぱ楽ちんかな。一人暮らししたらさ、その液体のやつかさ、あのジェルボールのやつかな、もう自由だからさ何でもいいんだとか思って。でもジェルボール匂いが気に入ったらみたいな感じかな。口が書かれていない理由は？ああ。あ、そうそう、それさっき思った。感情がわからないのがいいのでは。見る人が自由に表情を想像、え、そんと見る人が表情を想像。あーなるほどね、あそういうことか。悲しい時慰めてくれる。わーなるほどね。あ一人暮らしの時使ってた楽だよだって。あ楽らしいとは聞く。そうだよね、頭に使うけどガチで楽だよ。いいな、雲とお花でキティちゃん。え、かわいい。一旦寝たい。一旦、じゃあこたつに入ってしまったら人間は終わりよね。終わりよね、そうなの。ああ。
起きなかったら面白い。いや、面白いとかじゃないのよ。返金対応なんだから、返金対応なんだからって、私がそんなお一人ずつにポチポチするわけじゃないけど。よし、え、キティピアノ弾けんの？上手くなってる、上手くなってる。へえ、そんなんでコラボすんだ、そんなんでコラボすんだっていうか、すごいな。え、わからん。おお、キティ、よし、こたつから出ようと思う。よいこら。ああ、ちょっと待って、これは洗わないといけない。え、たくましいよキティ。よいしょ、アイス食べたいな。これは食べなかったな。まあいいとしよう。ついついつい。戻るわよ。キティトースター。寒い寒い。寒い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 。ミルキー、え、お菓子とコラボいいな。お掃除ロボット、よし、よし、え、あとみんな13分だよ。ハッシュタグキョントクコよろしくお願いいたします。え、ってかそう、昨日そう、秋葉のヨドバシでさ、あの買ったんですよ、変換器っていうか、の充電もしつつ、あ、充電もしつつイヤホンも使えますみたいな、そのやつがあってさ、買ったんだけど、あのめっちゃいいね、めっちゃいいねっていうか、急速充電のやつ買ったの。ちょっと他のメーカーのよりちょっと高かったけど、いや急速充電しようと思って、ヒーターやばいな。とても使い勝手が良くて気に入っています。あれ、私リップ、お、寒い寒い。さっきまでもうちょっとなんかこの部屋あったかかった気がしたんだけどな。さっきよりなんか冷えた冷えたよね。あれ、私携帯一瞬でえ、携帯一瞬でなくした。はずはないぞ。いけ。リップ塗ります。あれ、本当にどっか行っちゃった。あれ、私携帯持ってこなかった？あ、あったあったあった。いいね。てか、
部屋でさ、ファンの人とオンラインお話し会できてるのすごいよね。よくよく考えて。よし、いいぞ。私さ、口の横が乾燥しすぎて。そうそうそうなんですよ。そう、移動いらないんです。だからまあメイクしないといけないけど、ずっと寝てられる。その何時までにどこどこに電車で行ってみたいな、そういうのよね。その手間がないので最高なんです。そう、出勤0分。え、そうだよね。だからリモートワークってこと。ワークってほどのあれでもないんだけど、あ、できた。よし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 。え、だからみんなの、だから、え、私がさ今このはオンライン移動しなくていいなーみたいなやつってさ、だからこれみんなが思ってたってことでしょ。その握手会じゃなくてさ、オンラインお話し会さ、え、家でできんの最高みたいな。9時から幕張とか行かなくていい、え、めっちゃいいじゃん、そういうことでしょ。こういうことか。こういうことか。素晴らしいね。いや、素晴らしい。考えてくれた人ありがとう。とても楽しいですわい。でも確かにそう、その、ね、その代わりにそう、寝坊との勝負というか、あたふたしちゃいますね。何言おうと思ったんだっけ。いや、さ、ちょっと待って、私の本日時、あ、30分、え、私スケジュールの組み方上手。え、その足しても10分やって、あ、違う違う、30分やって10分休憩、30分やって10分休憩、30分やって10分休憩って、素晴らしい。ナイス、自画自賛です。2分3分、3分ってどうなんだろうね。チッ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 チ、いいや、とりあえずちょっとあと残り7分なのでランキングを読んでいくわ。13位ワデさんありがとう、12位スエちゃんありがとう、11位クラフゾキさんありがとう、10位ティールトロさんありがとう、9位がヤナさんありがとう、8位がアッキーさんありがとう、7位ピースさんありがとう、6位がタンタンありがとう、5位がカイくんありがとう、4位がリオちゃんありがとう、3位がミスター社交辞令さんありがとう、2位がわたましさんありがとう、そして1位がさよてんです。ありがとう、ありがとうございます。ね、そう、配信ありがとうございました。またトークポートよろしくお願いいたします。のんびりのんびり、え、マジでくつろぎながらやってるわ。マジでくつろぎながらっていうか、もう本当に部屋だからね、サメ太郎を抱えながらのんびりのんびりやらせてもらってます。だから残り今2時間半、2時間40分ぐらいなんだけど、よろしくね。また後ほど
風さんお疲れありがとう。じゃあまたね、バイバイ。